皆さんどうも、あかねだよ。さやかよ。今回は、京都を目指して、軽く大回りの旅をするんだよね。そうね。早速やってきた普通電車で、天王寺まで行くよ。この電車の中で、今回の同行者様と合流するのよね。そうらしいよ。約7分くらいで天王寺に到着。ここからは大和寺快速に乗る予定だったんだけど、ここでアクシデント発生。なんと環状線内で急病人が発生し、乗車予定の大和寺快速が遅れているみたいなのよね。今日に限りこの普通王子行きが王子まで先着らしいよ。じゃあそれに乗っていきましょう。王子で降りちゃうのね。目指しているのは奈良だからね。王子で乗り換えようがここで乗り換えようが結局同じ列車なんだよ。ということで遅れてきた大和寺快速に乗り換えね。約15分くらい遅れてきたね。まあこの先の行程にそこまで支障はないから、この電車で奈良を目指していくよ。急行寺を発車。大和寺快速は急行寺を出ると奈良県の王子まで止まらないのよね。そうそう、しかもここから王子まで約12分くらいで、結構飛ばすんだよね。なんか全然違うところなんか症状が出るけど、俺見事にやってる。おお。12分くらいで王子に到着。大和寺快速は、王子から先は各駅に停まっていくのよ。ということで奈良に到着。ここからは奈良線の宮古寺快速に乗り換えて、一路京都を目指すわよ。奈良を出発。ここから京都まではおよそ45分くらいで着くわよ。途中駅の重量を発車したよ。ここまでは大阪単線の区間を走ってきたんだけど、ここから京都までの区間は2023年のダイヤ改正で完全に複線化されたのよね。京都に到着。早速ここでのお目当てを見に行きましょう。その前に初行きの新快速がやってくるみたいだよ。前は225系100番台、もしかしてやっぱり AC 特急の京浜線ね。後ろも225系だね。しかも少数派の0番台だ。さて今回のお目当てが来たみたいだよ。あ、以前私たちが必死に解説した京都の223系2500番台ね。そうそう、今回は珍しく奈良泉さんが京都に来たから、この機会に合わせてやりたかったらしいよ。なるほどね。実はかれこれ1時間以上待ったんだけどね。この感じ。あと入っていいよ、出るからまだ出ないから。ほら、懐かしの2503やで。ほら見事にそのまま使われてる。ほら懐かしくない、この車両。初めて見る221系と223系2500番台の連結に
ララ泉さん、相当困惑してるみたいだね。まあ、本来こんな連結、ありえないものね。しかないわね。今は京都で活躍している2500番台たちだけど、いつかは阪和線に戻ってきてほしいよね。さて、そろそろ帰りましょうか。そうだね。じゃあこの高槻から快速の普通電車で行こう。そうね。で、地味に DJ 編成じゃない。この快速、大当たりだね。ゴールデンウィーク真っ最中なのに、すごい空いてるよ。しながら新大阪までやってきたよ。では大阪東線に乗って新しい大阪駅に寄って帰りましょう。ということで大阪駅梅北エリアに到着。おお、これが噂の新技術満載の駅なのね。では今回は時間がないので、このまま環状線に乗って新宇宮へ向かうわよ。新宇宮に到着したから、長井からの切符を改札に通して新宇宮からの切符を投入。やってきた大和路快速で天王寺まで行って、天王寺からは普通泉府中駅に乗り換えて長井まで帰ってきたよ。ということで今回はとある休日の小規模大回りの記録をお届けしたわ。最後の方駆け足になっちゃってごめんなさいね。今回同行くださったお二人さん、本当にありがとうございました。ほんと誘ってくださった二人には感謝ね。楽しい旅になったわ。ということで今回の動画はここまで。この動画がいいと思ったらチャンネル登録や高評価よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとうね。